リンリンハローパラレル、リンリンパラレルのリンドです。はい、今日はねシェフィーさんの体重測定をしていきたいと思います。本日はですね12月29日ですね、なんですけれども、前回のね12月1日からまあ1ヶ月ほどで、1月1日ねちょっとお家にいないので、ちょっと早めに体重測定という形でございます。男行く。はい、ではまずね体重の前に体調から見ていきましょう。よいしょ、ちょっと失礼するよ。はい、お顔に当てて、はい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 、ちょっとあなたずれとるな、それな、ずれてるからちょっと体調測りにくいな、ちょっとあんまり。おとなしくしてすぐ終わるから。おとなしくしててね。よいしょ、53センチですね。53。はい、ということで、12月29日、53センチ。体調というか、前兆か、に関しては、そうですね、緩やかに大きくなっていってますね。一気にね急激に大きくなっておりましたけれども、9月から比べる、9月の時はね9月10月とかなり大きくなりましたけれども、現状そんな感じですね。はい、じゃあ次体重測定しましょう。プラケース、そうだ、もうそろそろ大きいやつ1個買わないとですね。ちょっと待ってね。よいしょ、これで OK。あなたすごいね、脱皮側めっちゃ脱皮してますね。脱皮をしてるということは大きくなるなっていってる証拠ですからね。ほら、なんかすごいでっかい脱皮側が取れてるもん。こんなでかいの珍しいね。ちょっとおとなしくしてて。ああ、お腹の脱皮は結構してますね。ここも今脱皮中ですね、この辺。さてよいしょ、おとなしく入ってられるかな、この中に。えい、610g ですね。606かな、606g。 はい、ということで、9月からのね身体測定の状況でいくと、169g から、257、そして357、そして492、そして606。だいたい1月で 100g ずつ増えていきますね。あー、そりゃ重たくもなったわ。お腹周りにね脂肪が蓄えられてきてるっていう証拠ですね。あとはこれがちょっとずつ長さにね、体調の大きさの方に変動が出てくるとまた違うんでしょうけれども、いや、でかくなったわ本当に。はい、っていうところでね、こんな感じで大きくなっております。よし、ご苦労様。よし、ご苦労様。いやー、ほんとでかくなりましたね、シェフィーさん。いやー、まあ大きく成長してね、そんなに太ってないのはいいことですね。なんだろう、ちゃんと成長してるっていうのかな。こう急激に太って、こう、この、ごめんね。よいしょ。お腹周りがね、この皮膚がつまめなくなってパンパンになっているっていうのがね、あんまりよろしくないんですよ。これ結構今、こうやって皮つまめる状態になってるんですけれども、
これはね、皮がちゃんと余っていて脂肪分が少ないっていうことなんですけれども、こういう状態にね今してるので、ちょっとこの体調の状態を、こういう状態ね、あのつまめる状態を作りながら今後もねこの子を育てていきたいなと思います。この辺とかもねすごいつまめるね、ほらこれこの辺ビロってギギ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 、この子はねいろいろと最初大丈夫かなって思ったりはしてましたけれども、あの指飛びの関係でね思ってましたけど、なんか問題なさそうですね。うん、脱皮もしっかりしてるし、今も脱皮してるからね、この辺白くなってね、脱皮するとねちょっと黒めの、ちょっと焦げ茶じゃないですけどね、結構うん色は黒い感じの子ですね、シェフィーさんは。たまにね、あの黄色みがかった子とかもいますよね。あとハイポ系の色っていうんですかね、あのオレンジハイポとかもねいましたからね、うん、ただまああんまりサバンナモニターにはモルフがあんまりないのであれですけれども、うん、おとなしい。まあ今暴れてるっていうか、あのあっち行きたいってなってね、ちょっと暴れ気味というか活発ですけれども、暴れ、あの大暴れってわけじゃないですからね、噛みついたりするわけじゃないし、あのなんていうんですかね、こうじっとはしてらんないよぐらいな感じなんで、うんじっとしちゃったけどはい、身体測定お疲れ様でした。はい、っていうところでね、今回はシェフィーさんの身体測定でございました。また来月、2月の1日体重測定ねしていきたいと思いますのでお願いいたします。いやー、とりあえずこんなに成長するとは思ってなかったんでね、今現状こんな成長具合なんで、うん、9月から比べると20センチも長くなってるからね。さあ来月はどれぐらい大きくなるかですね。1ヶ月で今のところ2センチ3センチぐらいずつ伸びるって感じかな、体調としては。だから来年の春頃にはこの子の体調も60センチ70センチとかいくのかな。ちょっとこれからの成長が楽しみです。まだね成長中なんで、この子はちょっとこの調子でね、大きくなってってもらいましょう。まだねフルアダルトのサイズじゃないんで、アダルトサイズまでねなっていくことをちょっとお祈りしながら、まだねヤング期なんで、ちょっとあなた髪の毛食ってる私の髪の毛がね抜けやすいんで、その辺に落ちてますけれども、はい、というところでございました。はい、また次回のね、あの体重測定とね、体調とね、やっていきますので、それも ぜひとも見ていただけると幸いです。またね、シェフィーさん以外にも、うちの子たちの動画、随時、アップロードしていきますので、ぜひともそちらの方もよろしくお願いいたします。はい、ということで本日は以上となります。よろしければチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やってますので、よろしければそちらの方のフォローもお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ということで、シェフィーとリントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。